この放送は小田研の提供でお送りいたします。褒め、スウェット褒め、無理やりすぎる間違い。はい、ということでホームスイートホーム、海外のホラーゲーム実況プレイやっていこうかなと思います。怖いのが苦手な方は本当に閲覧注意で、僕絶対絶叫するからね。みんな鼓膜崩壊すんなよ。マジで一人では見ない方がいいよ。 Babe, wake up. It's late, huh? You have to wake up.いや、日本語対応か。これね、タイが舞台になったゲームみたいですね。はい、ね、起こされて知らない場所に来ちゃったってこと？前のデモ版は完全なる英語だったっけ、タイ語だったっけ、わからないけど。はい、さあ目標こうやって見れるのか。へえ、家に帰る道を探そう。どこだよまずこれ。え、こんなんの取得アイテム。いいわ、3つでいい。18個もいらないでしょ。懐中電灯欲しいな。ん、何の音、何の音、何の音。なんかシュシュフィーンみたいなのやめてくんないかな。ホラーゲームでそれシュシュフィーンみたいなのやめて、頼むから。あ、いきますね。はい、あった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 。そう、こんな感じだった気がする。あっ、手の質感超リアルなんだけど。 F、 ああ、もうつけてる、大丈夫です。はい、相変わらず散らかってんな。やべ、もう全然覚えてねえ。アイテムとかあるかな。これ何するんだったっけ。こうひたすら脱出するんだよね。もう最後の展開覚えてます僕。言わないですが。うわ、こういうの聞こえた気がするわ。怖いよねこういうお経みたいなの。はい、あ、覚えてる、ここ覚えてるわ。消して、あ、鍵ある。はい、すげえなこれ、面白い動きするね。これは、うん、1996年9月28日の新聞、置きましょう。あ、もう回収するんだこれ。この辺とか開けらんないの。開けらんないですね。行きましょう。ここで鍵使うんじゃない。よーし、 OK、 行きましょう。わー、とても怖いです。何この暗さ。主人公のハッハッていう音がすんげえもう耳にくる。皆さんもね、ぜひ。Hey, you. はい、あ、誰か通ったのか、ごめんね、見てなかった。はい、了解です。うわ怖え、ここ下やばいね。なんで赤いの。はい、相変わらず音量マックスでやっております。こっちはいけないんだね。じゃ、僕ね、ゲームあんまね、うまくないんで。はぁ、驚いてないから。そう、僕ね、ゲームあんまうまくないんでね、結構失敗してしまうことがあるかもしれないんですが、その点もねご了承ください。今みたいな感じでね、皆さんの鼓膜をね破壊してくるボイスが含まれるので気をつけてね。上から落ちてきたゴミ袋、中身不明。なんだよ、調べたくもねえわ今。なんだよって言ったけど、行きましょう。そしてさっきここカチャってしまったよね。いたね誰か。あいつがさっき上で通ったのか。なんかやつさ、壁をすり抜けるタイプの例だったよね。はい、行きましょう。うん、違う。う
うわ、覚えてねえな。どこ行っちゃったって探すのやめようよ。あ、だから皆さん、このランタン見て思い出したんですけど、明日10月12日台風予報なんですよ。今まででもう過去最大レベルの台風が近づいてるらしくて、こんなのなかったよね。ホームセンターに懐中電灯とかランタン買いに行こうと思って行ったんですよ。したらね、全部売り切れてたの。そう、大停電になるかもしれないって言われてて、いやちょっと困るよね。はい、皆さん本当気をつけてくださいね。こういう時はね、買い占める人とかね結構いらっしゃるんで、まあ気持ちはねわからないでもないですけど、こっちでいいのかな。誰かな、やっと会えたじゃねえ。恋人かお前ら。 What the fuck? なんか持ってる。え、何これ、逃げんの。ちょっ、肩いってんのこいつ。もののけ姫の小玉みたいに頭揺れてんのかな。カタ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 って。ん、あいつ小玉だわ。みんな、ここ獅子神様の森かな。これもう出ていいの。うわ、こわ、久々だな。こんな入ってったね。ドラえもんいつの間にこんな通り抜けフープ作ったの。はい、本当だよ。もう最初から気づけ主人公。早めに出ねえといけないんだよここは。起きて知らない場所ってまずやばいよね。はい、こっちでいいのかな。なんか揺れてる、なんか揺れてる。あ、照明か。照明揺れるだけで、照明揺れるだけでこんな動揺するとは。いやー、あー、そうだ、ここなんか切るんだよね。どこにあるんだっけ。はい、てか走りたくないんだけど、ホラーゲーム走る。みんな走りたい。あー、なんか上がってきた。これや、ニッパー。でけえな、ニッパー。回収して、なに、うん、鳩時計みたいな。お、やべ、あ、なんもなんなくなった。大丈夫か、住みましょう。うわ、ここ住むんすか。ちょっとここだけ走ろう。おう、素敵な現象が起きてるね。閉めよ閉めよ。 OK、 こっちはいた。これ隠れるでしょ絶対。そうだ、こんな感じで部屋確かめた気がするな。あー、そうだそうだそうだ、あったあった。このベッドの下隠れようぜみたいなこと言った気がする、前のこのデモ版やった時さ。うわー、怖え。この辺は出てきてないよね。なんか改良されて驚きポイントがところどころで加わってたりしない？はぁ！言ったそばから来た。びっくりした。不意に来るから怖いな、これ。あー、ここも。あー、壺。梅干し中に入れんの？つけちゃってるタイプ、あれ。あ、こっちもあんだ。ここ何？アパートなのかな？なんもねえな。こっちか。つながってら。これさっきのとこだよね。だよね。じゃあ、こっちは？あ、ここさっき鍵かかってたとこだよね。あ、違うか。ん？なになになに？大丈夫大丈夫。この主人公も二日酔いだけど、あいつも二日酔いだった。いけないいけない。
あーこっち行けるようになってる。あれでも何も見れない。ないな。あこっちか。はい。おい！なんで閉まったの？いるー。今左から右に歩いてったわ。はい。やつが行った方に行くんですかね。あいつのサンダルかな。脱ぎ捨ててんじゃん。ああ教えてくれてんだ、優しいじゃんあいつ。とても優しいね。あいつ俺をもてあそんでるなこの野郎。そろそろ攻めに入るぜ。こっち行ったな。お邪魔します。こう来たよね、なかったから。行けるとこが増えてる的な。いや増えてない、一緒だよね。うん一緒一緒。え？こっち？あこっち？しまった。ここか。こっちはいけないから。あなるほど。ああここだったのね。はいはい。なこれ。チャイ妖術師の電話番号が書いてあるノート。なるほど。うん。焼肉が食べたいって書いてある。なこれ。釘。全部とりあえず回収する精神なんだねこの主人公は。取れるもんは取っとくみたいな。なるほど素敵だと思いますよかなてこ。はいじゃあ行きましょう。なになになに、なんかムービー形式になってる。これ行かない方。あっぶんね、今行こうとしちゃった。これライト消してた方がいいよね。大丈夫、消してなくても大丈夫か。めっちゃ吐くじゃん。やばいやばい、カッター持ってたんだ。一応ちょっとだけ理性は保たれてんのかな、このお手洗い場に来て吐くっていうね。チュッチュッチュッ、なになに、え、なんで痛い。今頭頂部刈られましたね。俺絶対今落ち武者状態だわ。じゃ今のは申し訳ないです。あれはもうちょっと待った方が良かったんだね。あいつの背後ドロップキックしてやろうかなと思ったんですけど、そうはいかないですね。よし大丈夫そうだ、怖くねえ、もう叫ばないぞ皆さん。もう叫ばないんでご安心を。僕のね、はぁさっき大丈夫だったじゃん、速攻フラグ回収してんじゃんまた。またコメントで言われんじゃん。待てよ待てよ、今は行かない方がいいんですねこっちは。はい、今はというかもう行かなくていいんだよそこは。あごめんなさい。あアイテムはもう回収済みだ、いいね。じゃこれ取ってこっちに隠れてよ。怖え、これあカチャカチャって小玉じゃない、カッターカチャカチャってたんだ。ごめんな、獅子神の森帰れとか心の中で思っちゃって、正直思ってたわそれ。はい、結構マナーはしっかりしてるからねこの子は。今行かない方がいいよ、ちょっと静まったら行こう。あ、こうやって覗けんのか。すげえすげえ。じゃあ、ああタイミング良すぎじゃない？閉めるタイミング神ってたわ今。え、大丈夫かなこれ行って。大丈夫大丈夫。バールを手に入れたんで、いやもうだいぶ叫んじゃって喉が持ってかれそうなんだけど、はい、皆さん耳持ってかれてないですか、大丈夫。ここは危険だ、早めに手口を探さないと。だから今更感やべえんだって主人公分かっとるわ、そんなみんなが分かってる。今この動画見てる全ての人が分かっている。分かってないのはお前だけ。行きましょう。そんなんじゃびっくりしないもんね。
何これ、ん、なんか鳴き声聞こえんだけど。ああ、お、めっちゃ怖いじゃんこの人形。なんでこんなところに置いたの、前の主。何心それ。どんな気持ちだそこに置いたの。超気になってんじゃん俺、あの人形のこと。めっちゃ気にしてんじゃん。はい、あ、なにこれ、変な人形。うん、なにこれ、どうなってんの、なんか、ちょっとこれ、なんか卑猥な感じ、あ、卑猥な感じなのこれ多分。卑猥な感じだけど芸術的だよね。うん、美術館に置いてありそうだなこれ。下見ちゃダメ、下見ちゃダメこれは。はい、ちょっと今の人形、お父さんお母さん何みたいな、小さい子もしこの動画見てたら、お父さんお母さん今の人形は何って聞かないようにしてあげましょうね。困ってしまうんで、お父さんお母さんがね。はたまたお兄ちゃんお姉ちゃんにも聞かない方がいいかもしれない。心の中に留めとけ、いつかわかる。はい、じゃあ行きましょう。はい、次またカタカタ、あっ、待って、でもなんやかんや隠れてね俺、やばい、かみってる今回うまいんじゃね。自分で褒めちゃってるけど大丈夫かも。今回のプレイナイスなのでは。はい、こっちにいたよね、怖っ、めっちゃ垂れてんじゃん。あー、なんかでもこれ覚えてる気がする。やべえ、通りたくねえ、超嫌なんだけどこれ。すっごいな、血液フォンデュじゃん今の俺の状態。はい、うわ、またロッカーある、ロッカーあるとこ基本隠れるからこのゲーム嫌です。あ、そう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 、これで部品を探すんだよね確か。止まるんだよ途中で。はい、止まりましたね。あー、なるほど、これか。ドアが使えない、ヒューズが切れているみたい。わかりました、じゃあ探しに行きましょう。やだけど、冷静な判断。すんげえグニャグニャ動くじゃん。来てる来てる来てる、これバレてないよね、入るの遅かった。あー、よかったよかった、気づいてない多分。覗かないで頼むから、臭い臭い。じゃそこまで言うとちょっとかわいそうだな。まだまだ出ないようにしとこう。すぐ出るとまたふふえってなるから俺が。でもなんかちょっと足音聞こえんだよね、出て大丈夫。また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 、そうだ、なんか図書室的なとこだよね。深呼吸をしてね、準備しました。大丈夫かな、さい、いない。でも近くにいるよね多分これ。あ、いるね、ん、違うか、あ、いた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 、これライト大丈夫。待って、こっち向かってない。ちょ、必殺技、はい、ひょっこりはん、大丈夫かなこれ。大丈夫、結構ひょっこりしてるよ、結構ひょっこりしてる、大丈夫そうだね。はい、もうやってるよそれ。あ、暗いなやっぱ。大丈夫大丈夫、今だ。おなにゃんばジャンピングガン、ちょ待って待って待って、走れない走れない、トイレ。このゲーム苦手。さあ行きましょう。いる？大丈夫これ。あ、大丈夫大丈夫。オッケー。今。ずっ
ずっとしゃがんだよ。何あいつパーセルタング喋ってんの。あ、やばいやばいやばい、やべえ、あいつスリザリン出身だ。やだ、あんなボルデモート教マジきついんだけど。こっちになんかあるかね。あ、あった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 、はいはい、ん？ OK、 はい。さっきの新聞から2日後だっけ。こんなの見てる場合じゃねって。回収し、こっちは閉まってる。なんだよここ。あ、いた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 、やばいやばい、来てる来てる来てるよね、これ。え、めっちゃ近いじゃん。あ、いる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 。どう行くどう行く。あ、こっち来るのか。でも場所は分かった、なんとなく。大丈夫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 。よしよし、去った去った。あいつここくるくる回ってら、今行かない方がいいよな。いやでも、え、くるくる回ってて、あ、そっち行くのか。こうか、こう行った方がいいのか。なるほど。大丈夫大丈夫、今行かない方がいいよね。こっから見てよ。うわ怖い。ライトは気づかないんだね。あ、こっち行けない。え、マジ、こっち行ける、こっち行ける。あ、でももうちょっと、もう一周待って行きましょう。怖えー、今だ今だ今だ。あ、待って、これ早く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 、間に合うか間に合うか。そわ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 。これ本当に苦手。デモの時思ったけど、これ製品版出ても絶対やりたくないと思ってた、心のどこかで。はい、なのにやるっていう。ヒューズ来たー、ようやく来たわ。これでなんでなるの。大丈夫これ、あのラジオぶっ壊そう。フリマに売ってやるわ。皆さん、僕あのラジオこの後メルカリで売るんで、誰か買います？この音しか流れないですね。はい、通り過ぎてたね。よし、結構時間かかっちゃったね、ここ。もう大丈夫かな。行った行った行った。うるせえお前、黙っとけ。パーセルターンがあいつ喋ってるんで、もう一回気をつけなく。そうだ、これもう一回行かないといけないのか。回ってくるよね。あ、来た来た来たよ。ん、来てるよね。あ、来てない。これ戻ってきてまたあっちで止まるパターンだな。 OK、 大丈夫か。行くぞ、いけるいけるいける。これを逃したらもうあとはね。 OK、 大丈夫大丈夫か大丈夫か。ちょっと、どこにいんだあいつ。あ、ちょちょちょ待てよ、でも待てよ。 OKOKOK、 チャンス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 タイム。これほどのチャンスはねえぞ、もう。行きます。戻ります。一応ここも見て。オッケー。来た来た来た。大丈夫大丈夫。
しまった、しまった、オーケー、やばい、すごいホッとしたわ。はい、あ、これだね。カッチャよし、オッケー。はい、ここは消え、分かってるわ、そんなの誰もが分かってるわ。ずっと出たいよ、俺は。ここで目覚めてからずっと出たいと思ってた。この音で、この音で来るかもしんないでしょ。走って走って、うわ、来るじゃんこれ絶対。はっ、 歩きになった。あ、なにこれ、巻いた鉄のお守り。鉄、はい、こっち行きましょう。んんんん、あー、クンって出た今。ちょっと可愛かった。カモン、カモン、カモン、もう出てる。ちょっと後ろ振り向いてみる。あ、怖い、結構速いね。ちょ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 、後ろ、ゾワゾワする。あれ、ボケ、これ走れない、走れない、なんでなんで、え、なんで、カッターで切りつけられたからか。すげえゾワゾワするんだけど、背中が。プロ魂。あ、でもまだ距離がある。大丈夫だ。ちょっとね、これで。あっ！ちょ、なんだその動き。発砲しろるか、お前。やめてください。あ、さい！よかった。終わり？これ。これ、あ、でも。デモ版ってドーンって来た気がすんだよね。これが製品版との違い。あ、なにこれ、自宅？ Hey Tim, it's Dew. What's up with you? お前こんなところで寝てたの？ I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. は？ちょっと、うわ、次のステージだこれ。素敵な家だな。このまんまほのぼのライフのゲームやりたいんだけど。ホームスイートホームしなくちゃダメこれ。はい。うん。めっちゃ綺麗じゃん。はい。せめて水つけろ。これ。後々皿洗い大変だから。はい。まあちょっと何かあったんだろうね、この家の人は。うん。バタバタと、いろいろと散らかってるしね。え、なにこれ。赤い糸あるよ。塩田千春展が開催されてんのかな、ここ。はい。美術好きな方なら多分耳にしたことある名前だと思います。塩田千春さん。この前に僕、ちょっと前に美術館見に行ったんですよ。ああいう赤い糸とか黒い糸を巧みにね、操る素敵なアーティストさんです。さあ、これ上に行くのかな？まさかホームスイートホームやってて美術の話するとは思わなかったわ。これどうすればいいの？はい、ジェーンの部屋のドアを開けないといけない。鍵を見つけるのか。ここにありそうだな、鍵。キャギどこ、キャギ。ジェーンの部屋のキャギは。おう、バスルーム。これまた買った女出てくる？大丈夫？なんか隠れそうじゃない？ここ隠れられねえわ。トイレが邪魔で隠れられねえわ。はい。ああ、どこにあんだ。しゃがんでこういう棚を見るとこでもなさそうだしね。ん？写真がある。これは自分とジェーンなのかな。完全にアジアっぽい人たちだけどな。あ、なにこれ、ジェーンの絵。あ、左下に鍵がある。なるほど。これは下だ。あ、わかった。オッケー、わかりました。ちょ、もういい、もういい、もういい。ジェーン、ありがとう。君の絵はもう二度と忘れない。さあ降りて、あ、なんかあるね。ジェーンの日記。絵かわいいな。はい。なるほど。全くわからないですね。ごめん、ジェーン、ごめん、なんか。本当にごめん。ちょっとね、俺その言葉わからないわ。さて。1階にあったんだね。てか、ここも、なんかメモが。あ、ここにもあるんだ。あ、これさっき直さなかった？さてさて。あ？なくね？ん？え、ここにあるって書いてあったよね。ん？
あった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 。こんなとこに入れてたの？タクチェーンのお茶目さんなんだから。さあ行きましょう。この鍵でジェーンの部屋に入るのかな。はい、よくできてる家だな。これから怖くなるって思ったらゾッとするぜ。あ、よし。開きなさい。お邪魔します。あ、何これ。Oh, Tim. Oh, Jane. Jane なの、あなたが。Oh, I'm just writing. Oh yeah. 日記読むなお前。Take a look. Tim. It's private. Get out of here. Okay. Well.なるほど。ちょっとあれだね、のろけタイムだったんだね。ジェーンは俺に対してこんなことを思ってたのかとか言ってるけど全然わかんない内容。ティム失格、ティム恋人失格。はい、恋人だよね。さてどうすんだ。びっくりした、なんか隙間空いてんのかと思った。違かった。もう一回降りてみるか。もう一回一階からこまごまと調べてって、お、ここにもバスルームが、あ、なんかある。そい、あー、ジェーンじゃん。これ喧嘩したのかな。写真が破れてるって。今二人で撮ってる写真だよね、おそらくだけど。なんか寄り添ってる感なかった？音楽なんで止まったの？あー、びっくりした。はい、ジェーンがもしかしたら会いに行く人の連絡先。なるほど、書いてあったのね。はい、じゃあ行きましょう。え、なんで？え、こんなのあったっけ？どっから来てんの？あ、え、ジェーンの部屋から。いつ、いつ、いつ、なかったよねさっき。あ、こっから来てんのか。はい、もう一回じゃあ辿っていきましょう。あ、こっち。うわー、これダメなやつ。ジェーン、これダメなやつですよ先輩。ジェーン姉さんを探す旅ですか。怖えな。これね、夢の中をさまよってんの、ティムは。はい、始まりました。とても怖いですね、雰囲気が。はい。荒れております。ね、こっち。すげえな、これ。え、なになに？いや、多分ジェーンじゃない。多分ジェーンじゃねえ。なんでよねって言ったんだ、こいつ。ジェーンよねって。おかまかお前。Sounds not coming far from here. はい、近くにいるでしょう。うん、この中にいる。マジ、この中にジェーンいるの。何このドーンって音。向こう側も行けそうだけど、今の方角は出口だったんで、一応あっち側も見てみるか。これね、速度アップできないのがちょっともどかしいよね。はい、これまっすぐ行って何かアイテムがあるかもしれないから、勇者の剣とかね、刺さってるかもしれないからね。さあこっち進んで、行き止まりか。なんもないな。ん？あ、なんかあった。やっぱ来てよかった。ナイフの写真、勇者の剣じゃなかった、写真か。マジっすか。あ、あ、これも糸か。うわ、上から垂れ下がってきてる。はぁ！びっくりしないよ。全然びっくりしないからね。そろり。なんか撮ったよね、こっち。あ、バージョンメイン！やめろ、そのカシャカシャっていうの。頼むから。じゃあ戻ります。もういいわ、ナイフの写真とかいらねえから、こっち行けばよかった。さあ戻ってまいりました。これをくぐり抜けて
ちょっと待って、これまた。あそこのカッターナイフの女の場所じゃないの？へえ、てかさ、あのカッターナイフの女が出てきたとこってさ、学校なの、アパートなの、どっちなの？上がりますよ。誰も出てこないでね。頼むよ。あば、こっち側に開くタイプ。はい。うわー、何これ閉まんないお前。いきなり。こっち側から、あ、もう行けなくなってる。はい、何か見つけましたね。ジェーンの日記。はい。ジェーンの日記よくわかんないです。さて、電気は、電気つかない？つかないね。こっちはなんかある？あ？なんか見えんだよな。何何何？あ？ジェーン？絶対ジェーンじゃねえ。犬飼ってんですか、ここは。聞いてませんよ。はい。暴走族の写真。どんな写真持ってんだよ。これがジェーンが会いに行こうとしてたとこの連絡先ってこと？あ、何これ。3色で描かれた壁。何かを示す。はい。あ、そういうことか、分かった。よかった、一瞬で解けて。はい、これ色の数をここに当てはめるってことかな。ちょっと見にくかったんでライト消しました。1、2、3、4、5、5、3、4、5、3、4かな。合ってますかね。どこで使うんだろう今の。だからつけとけって、器はせめてつけとけって、水に。はい、これは、ああ、これだ。なるほどね。534。はい。OK。さて、行きましょう。はい。うわ、何ここ。虫がいっぱいいるよ。これまっすぐ行きますね。いつ出てくるんだろう。なあちゃん！いつ出てくるんだろう。犬が出てくるのかな今回。え、なんかいる、なんかいる。ちょっと待って、野生の犬がいる。誰かモンスターボール用意して捕獲するから。俺この懐中電灯で電気ショックとか使わないから。俺なんかいたな今。なんかいたよね。来る来る、こっち。俺から行くよ。俺電気ショックとか使わないで、この懐中電灯で殴るっていう攻撃するから。もうピカチュウがね、度肝抜かれるぐらいの懐中電灯のあのドンキ具合を試したいです。なんかスピーチ始まったんだけど、はい、こっちでいいのかな。あ、これか。はい。報道か。さっきのさ、暴走族の写真と関係あんじゃない。急にうるさくなったな、曲。どうした？水戸黄門が始まるのかと思った、今。バイク盗難事件って書いてあるしね。そうかもしれません。はい。あれ、こっちなかったよね。こんなスペースなかったよね。やばいやつだ、これ。あ、リアル。ガチモンの写真じゃん。うわ、怖え、この感じ。ここは？いけない。上か。ああ、ここにも糸が。中島みゆきさんだ。ああ。ああ！でっけえ手が来た！あ！一気に鳥肌が立って、鳥肌がちぎれるかと思って今。皮膚の鳥肌がちぎれるとこだった。あれ、いけないんだけど、こっち。もっと押せんのね。おい！
やめとけよそういうの。いきなりゾーンタイプですね。はい、バンズ、パパパパバンズ、ホコリかぶった、パパパ。怖さのあまりね、ふざけたくなる病なんで僕。はい、行きましょう。こっち外出ていいのこれ、ベランダだよね絶対。なんかこう顔がさ、ドゥーンとかある。顔ドゥーン、顔ドゥーンなかった。ここは、これは違うな。戻ればいいの。戻れなくなっております。なんか変わってない。あー、なんかいた。犬ではない、何かがいた。変わってるわ完全に。てかライトが暗くなってる。もう最初の頃より絶対暗いっす。ウィス、こっち行きましょう。はい、やめた、やめた。ターン戦線ターン戦線っていうのは、あの母国語で言う、あのリンゴ飴ですね。ちょっと何言ってるのかわかんねえわ。うわー、何これ。ここまたあれじゃん、血の壁がにじみ出てきて追いかけてくるやつじゃないこれ。またなんかスピーチが始まってんだけど。もう本当に俺のことを驚かしに来るねこのゲームは。黙れ。全員に聞いてほしい。他人に悪いことをして、たとえ親でも友達でも恩がある人に。ちょっと待って、スピーチと被ってて読みにくい。ちょ、これ皆さん読んでください。俺黙読するんで。はい、出て。これなんか手形に見えない、見えねえわ。大丈夫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 。下、ああ、いける、いけない。下から攻める、そして上へ。はい、うわ何ここ、怖い。めちゃくちゃ怖いんですけど。こっち、ああ、うわー、すっごい苦手この感じ。本格的に苦手。あ、いけないいけないいけない。あ、そうだ、走れるんだ。あっ、何これ。あ、え、しょ、さっきのあのでかい手か、完全に巨人だったね。え、カッターナイフの女じゃないんだ。てかある程度後ろに戻ればあの手に当たんないでしょ。来ますよ。はい、お、すげえ怖っ。ほら大丈夫だね。邪魔ねえな。何回続けんのこれ。なるほど、手前にかかれないといけないのかな。こうか。で、大丈夫。ああ、目あったね。こっち行くの。あ、待って待って、危ない危ない危ない、来ないで来ないで来ないで、今だ、行くぞ、走って走って走って。ああっち向いたタイミングで行くのか。なるほどな、オッケー、今だ。大丈夫か、合ってるかこれで。よし、いいじゃねえか。大丈夫かこれ、いる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 。てかこの通路めっちゃ怖くね。ここは何、何の音。ん、何、なんかいた。何もないね。さあ、また階段あるよ。こっちは行けない。はい、まず下から見る。うわ、下も上も行けるタイプこれ。やっぱ下はいけないんだね。基本上上がればいいのかな。さあ行きますよ、どんどん上がってきましょう。またいつね、やつが出てくるか分かんないですが、気を引き締めて
行きましょう。いるな多分。赤光が。ほらやっぱり。いいでしょそこに。いるわ。なんか寂しそうに突っ立ってるあいつ。これ何？ああそういうことね。いいじゃん若くすんじゃん。スネークの気分味わえるよこれ。なるほどね、これしゃがみながら走り出すと立っちゃうから気をつけないとね。これ消した方が分かりやすいかもな。やつに近づいた時はこうやって消して。なんかいかない。え待って、やばくないこれ。こっからが勝負みたいな。あっち行ったよ。さあめっちゃ見てるやん。行って大丈夫？そろりそろり行くよ。何ね。あいつなりのゲップこれ。コーラ一気飲みして山手線ゲーム失敗した。ちょ待って、いつ行くんだよこれ。あ今だ。大丈夫かな。落ち着いていけば問題ない。あ、今向こう側向いてるな。左側ね、あいつから見て。で、こっち来るから、OKOKOK。で、戻ったら行こう。目合ってるよ、ちょっと。合いそう、目が。今一瞬合ったな。行きます。早く早く早く。早く。くる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 。嘘、嘘、嘘、嘘でしょ？バレてるバレてる？バレてない？大丈夫そうだね。よかった。気をつけろ気をつけろ。このチラリズム。何これ、めっちゃ気持ち悪い物体があった。ここむずいね。あの光がこっち来て離れた瞬間行けばいいのかな。そこに行くぞ行くぞ行くぞ。準備やか。一呼吸置いてあいつは向こう向くから。立ち上がるとバレるからね。落ち着いて。よしよしよし。この勢いで行っちゃいましょう。もうこれ走ってった方がいいんじゃない。よしよしよし。オッケー。いいじゃねえか。やつを攻略してきたぜ。あっ！やめろお前、背後狙うとか趣味やりいぞ。軽く流れたろお前。Mr. Pichai Manapevu, the leader of the bikers, giving you life. さあ、先行きますか。降りんのかな？住むのかな？これはひょっとして降りて、鍵を見つけて今のとこ行くってことかな？怖え！ジェイン、I'm coming! 今のはジェーンっぽいね。わかんねえけど。ねこれ。はい。あー、なるほどね。ノートね。鍵。来ましたよ。あ、でも何階の鍵っていうの見なかったの、今。1階の鍵。1階行くのか。ここ3階でしょ？ 2 階。いけないね。さあ、1階です。行きましょう。レッツゴー！ うわー、怖え。あっ！やつさ、こっから覗きそうじゃない？赤い目がピカーみたいな。絶対あるでしょう。何このピンク。ここだけ開くね。邪魔したな。完全に用を足してたぞ、あいつは。もう一回。いや、申し訳なかったな。恥ずかしかったろうな。すっげえ体勢でトイレしてたけどね。うん。こっちは？何もないね。トイレの中に鍵があるとかでもないし。うん。ここ怪しいな。これは、こっちでいいのかな？いけないね。なんかアイテムあるか。ねえな。
うわ、広いな。広いけど行けるところがね、結構限られてるから、ちょっとは安心なんですけど。ロッカーあるな、これ隠れんのかな。でも隠れられないタイプのロッカーっぽかったね、今の。行けない。こっちは。ああ、繋がってる。本当に何もないの？なんか聞こえなかった今。なんかおっさんの、はぁーみたいな声が。何これ。何これ。パスワードじゃん。ああ、そういうことか。見つけてこいって。はいはい。わかりましたよ。どこだ？こっちかな？なになになに？ティム、お前、はぁはぁ言うなよ。あ、いけなくなってる。え？あ、こっちか。お、なかったぜ。ドライバー。オッケー。もらえるもんはもらっとこう。レバーこれ、おりますね。どちらに、さっきのパスワードがあるんですか？違う、あった。いや、このボードに書いてあるかなと思ったんだけど、こっちか。マジか、こんな近くにあったんだ。はい。090801、このマークはなんだ？あ、これあれか。この回すやつか。はいはい。下のマーク。まあいいや、とりあえず090801を打ってみましょう。はい。ちょっと待ってね。回して、09ってどういうこと？ちょっと待てよ。ん？ 09？ あ、そういうことだ。わかった。ちょっと待って。これは、今数字の下にさ、アンダーバーがあったよね。アンダーラインか。ってことは、下に、あ、こういうことじゃない？ 09 の時に上に来る番号が最初のパスってことかな。あ、でも待てよ。なんか2つもついちゃってるから1回変えて09、これかな。09、はい、0908、はい、01、01、お、あ、来た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 。いいじゃん。面白くなってきましたよ。ずっとこういう謎解きで面白い要素を増やしてください。ドカンと驚く要素はいらないんで。はい。で、この鍵は3階の鍵。さっきんとこにつながるわけだ。OK！ 行きましょう。面白いじゃん。はぁ！もうそれって、ただ立ってないって！やつの顔じゃなくて手が出てきたわ。びっくりした。びっくりしねえわ。情緒不安定みたいになってんじゃん。びっくりしたよ今。完全にびっくりしたから。よし、完全に道塞がれちゃったんで、こっち、あれ、行けなかった場所が行けるようになるとこじゃないの。あ、これか。なるほどな。はいはい。で、ドライバーが役に立つと。ちょっと待って、今の叫びで喉が。水飲ましてください。さあ行きましょう。上に行きますよ。3階、3階。一気に駆け上がるぜ。解きかけの誠もびっくりなぐらいの駆け上がり方。駆け上がりすぎた。なんだよ、ガシャンって。さあ、使って。3階からジェーンの声が聞こえた。ジェーン？あ、ジェーン！完全に今のジェーンだ。ジェーン、待ちなさい。ジェーン！君は包囲されている。ティムという愛の名のもとに。何言ってんだ俺と思ったら、これなんだ。トランシーバーいらねえか。トランシーバーなんていつ出てくるかわかんねえからな。気をつけないとな。誰？ピチャイピチャイマナパイブブーン。はい、行きましょう。ピチャイさんですね。ピチャイさん。
こっち行ったよね、ジェン。てかライトあってもなくてもそんな変わんないと思ったら変わるか。何これ、何もせないんだけど。おめえはさっきからうるせえんだよ、急にスピーチしやがって。あ、ピッチャイって書いてあったね。これつけないと読めないんだね。はい、あーなるほど。てかさ、さっきの、あーそういうことか、あの暴走族の写真に写ってた一人ってことかな。なんかそれっぽい人写ってたよね。はい、じゃあ行きましょう。ん、あ、そのなんか天井ねえと思ったら、あーはい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 、そういうことね。ん、あーやっぱりそうだ、扉があるね。これを、身構え、さあ身構え終えたところで、あーオッケーで下行くのかな。その前にこっち見ちゃいましょうか。何これ、セメント、セメントの桶ってことかな。なんもない、なんもないのが怪しいな。ここ一応覗くけど、ここはこれ使えそうだね。使わねえわ、びっくりマーク出なかったわ。こっちも行ける。はい、あー降りれんのね。ん、あ繋がんのかこれで。なるほど、じゃあいけないでしょ。はい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 、理解理解。ちょっと遠回りしちゃいましたが、お許しを。はいはいはい、で降りてきてるんで、これかけてその扉行けってことかな。合ってんじゃない。あ、また上げんのか。待って待って待って、足音聞こえる。ドシンドシン聞こえたよね今。ほらほら、ゴジラがいる。ベルトルトかもしれない。上がった、やばいなあいつ、本当に完全にベルトルトだったよね。行きましょう、大型巨人、超大型巨人だよ絶対。はい、お、明るい、あでも赤い光がいるな、そこに、そこにいるな、あいつしつけえな。はいはい、バレたのこれ。スタート、スタート、これゲームスターティン、ゲームスターティンした。ある程度の位置についてる。よしよしよし、お、すげえ。あーこれまずいんじゃない。はい、じゃあパシン、オッケーオッケーオッケー、ギリ間に合ったよ。うわー、これ、あー違う違う違う、 U ターンしてきた。お前フェイントかけんなよ、そんな技覚えたの。かわいいな動き。あー目合わなかった。え、むずないこれ、こういくの、これで合ってる。早く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 、こっち向いちゃえ、こっち向いちゃえ、え、ここむずいね。これは負けられねえ戦いが始まりそうだぜ。ゲームスターティン。よし来たよ。落ち着きましょう。オッケー。ゴーゴー。はい。おお。うわー、壁ドンしてる。厳密には柱ドン。え、待って、そっから動かないの？あ、なるほど、光が向こう行ってるから、この光が向こうにずれたとき、今だ。あー、ゲップだ。ゲップ始まっちゃった、あいつも。あいつ一回ゲップ始まると長いんだから。いいよ、うまいんじゃない。スネークって呼ばれる日もそう遠くはないんじゃない。あの光を見て向こう側行った瞬間、後ろに走り抜けましょう。 OK、 行くぞ。これむずくない。あ、よかったよかった。あ、おー、危ない危ない危ない。よかった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 。またこれゲームスターティン。おー、
早いな早いな、動きが早い。うわあ。はいはいはい、よし、ちら大丈夫、ちら、おお、うわあ、これむずいな。今だ今だ今だ、行くぞ。これ無理じゃね、これ無理ゲーじゃない、どうすんの、完全に目合ってんだろこれ。こっちか、そこに行けってことかな、今だ、こういうこと、あーこういうことだったのね、隣にいる。あー、またゲップ始まっちゃった、長いからこいつらゲップ。オッケー、いいですね。で、そこだよね、走り抜けられそうだな。よし、行こう行こう。はい、オッケー、来たね、クリアできました。うわー、いる。さあ進みましょう。動いた動いた、はいはい。てかライトが本当、バッテリーがなくなってきたのかな。完全に見えてんじゃん、持って遊んでんじゃねえよおめえ、ほんとに何なんだよ、何ここ、めっちゃ濡れてんじゃん。あ、なんかいる、超見てんねんこっち。これ何、何お前の仕業これ、後で片しとけよな。はっ、チェン、で、ジェンをつけてって、この部屋に入ってきたところからスタートになります。やっていきましょう。はい。何何、またなんか巨大生物の鳴き声みたいに聞こえたんだけど。また戦うの、あいつと。はい。で、これタブを押すと、はい、読めるみたいです。パート3にして、ようやく気づくっていう。やってみましょう。ガキは人間の世界に常に飢えと渇きを苦しむお化けである。なるほど。はい。ガキってのは前回出てきた超大型巨人ですね。そんな感じでやっていきましょう。はい。食べ物をその容器に置く。線香を容器に刺す。線香に火をつけて終わり。なるほど。ねね。あ、いた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 。怖えんだよ、そういう音が。いちいちさ。あ、ジェーンだ、ジェーンだ。ジェーン、ハモったな。主人公がハモった。ちょっと待って、そんな大きな声出したら、ほらほら、もう分かってる。もう分かりきってる、その流れ。ダメだって、そんな大きい声出しちゃ。はい。ジェーンは無事、向こう側に逃げたのかな？大丈夫だね、多分。はい。なかったね。マッチ。なるほど。これで火をつけるってことか。はい。すごいね、超でかいじゃん、照らして。てかあいつ、あいつなんか口がミフィーちゃんみたいになってない？なってるよね。てかバレないんだねこれ、立っても平気と。はい、マッチがまたあるね。あ、なになになに、あー、机回収してる。ガッツポーズしたね。これ何、机の中入っていけばいいのかな、明かりがある。あ、なんかあるぞあれ、こうやっていけばいいのか。了解です。怖い怖い怖い、この男へ。はい。肉まん、なんで肉まん、これをお供え物するってことか。なるほど。あ、また赤いライトがあるね。バレないように行きましょう。はい。なんか、あそこ来たところか。ライトがいくつかあるんで、ちょ、頭上の持ってくな、お前。ぶっ飛ばすぞ。なあ。あ、なかった。戸棚の鍵。どこだよ、これ。どこの戸棚の鍵で。はい。向こうにも何かありそうだね。明かりがあるところに何があると見た。はい。行きましたね、これ。これ大丈夫かな、もう。行っちゃえ。しゃがんで、はい、取って、またかい。どこの目だから。危ない、危ない。危ないよ。バレてないよね、これ。はい。1回目のこのトゥルームは大丈夫なんで、あそこ行ってみるか。はい、机をゲットしましたね、あいつは。行きましょう。
机に集中している間に。さあ、ここはなんだ？はい、あ、なかったぞ。なるほど。そういうことね。線香、きたー。めっちゃワクワクしてきたぜ。こっちは紙か。何の紙だこれ。じゃあ戻りましょう。はい、あー戻れなくなったね。戻れなくなったんで別の出口を探すってことか。あーこれは、あーそういうことか。はいはい、パカッ、よし行きましょう。はい、これで、あ向こうに、あ向こうは違うか、最初マッチ拾ったとこだもんね。はい、ちょっとライト向こう側に行ったら走っていきましょう。よし行きますよ。ささ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 さ、はい、これでこっち側あいつ気づかないよね。これでいいの？お、できたできた。あ大丈夫これ、あーそんなでかい手で肉まん食べたのかな。よかったねミフィーちゃん、ミフィーちゃんまたね。落ち着いた、おとなしくなったわ。うん、あここっぽいね。あ戻れないということで、さあこれは何。はい、ふんふん、ああまた盗難事件の。はい、じゃあちょっと行きますか。暗いな。何、急に喋んな主人公、怖えから。やっぱりジェーンはここにいる。はい、探しに行きましょう。あれはジェーンじゃないと思うんですけどね。主人公くん、君は幻覚を見てると思いますよ。怖えな、またあいつ出てくんのかな、ベルトルトが。さあ、なんか落ちてる。何の紙ですかこれ。あ、日記か。はいはい、うん、こっちが聞きたいよ、なんでこうなってんのか。さて行きましょう。あの巨大な化け物とも戦うの嫌だ。結構やかましいんだあいつ。はい、安定的にまたマックス音量でプレイしております。みんなマックスで見てください。その際鼓膜の保証はできません。よろしく。ガチャ、何、なんか飛ばされたよまた。ここあれじゃん、ジェーンと主人公の愛の巣じゃん。怖くなってるんだけど、もっと綺麗だったじゃん、こんな荒れ果ててなかったよ。なんで落ちた。あ、また切れ端。あ、家の中走れないんだ。すごい荒れてるね。こっちでもないし、鍵とかももうない。何何何、なんかいた、怖えんだけど。子供の声聞こえたよね。はい、あ何もできねえか。さあじゃあ上行きますか。みんなも想像してみてください、もし自分の家がこういう感じになったら恐怖ですよね。開いた、何かあるの。お、ありますね、チェーンの日記。はい、昨日眠りに入る前、下の階に人の声が聞き取れたみたい。最初はティムがもう帰ってきたのだと思った。でも下へ行くと誰もいなかった。さっきの笑い声かな、子供の。でも珍しいのは、私とティムの写真急に倒れた。何回立て直しても、ちょっと待って、今鳥肌立ったんだけどさ、なんでかっていうと、前回さ、あの1階にある恋人の写真、多分ティムとジェーンの写真だと思うんだけど、それ何回か立て直すんだけど倒れたよね。それのこと？何何何、動いたね今。何か出てくる？
めてくれよ。急にドーンだけは。頼ます。ちょ、戻ればいいのかな、これ。これなんか最初血に見えた。こっちは全の部屋だよね、確か。行けるようになるのかな。あ、これ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 。テレビついてなかったよね。95、94。カウントされてるこれ。93、92、91。え、カウントされてる。やべやべやべ、めっちゃ怖い。そう、これ。これを立て直すんだけど、倒れちゃうんだよね。いつの間にか倒れてるっていう。なにこれ、あと1分ちょっと待てって。長えな。せっかちか。はい、全然せっかちじゃないんでね、僕。気長に待ちましょう。はい。カウントされてるけど、これ何のカウントなんだろうね。じゃあ座ってますか。この目の前のビールかなんだかわかんねえやつを飲んで待ってよ。はい。13。13で止まってるよ。ワクワクしてたのに。止まった。なんだよ。待ってたのに。まあいいか。なになに、なんか落としたよ。歩く音したよね。あと開く音。笑い声がまた聞こえた。誰もいない。え、またあの女出てくんのかな。もう嫌なんだけど。カッターナイフの少女。うわ、倒れてる、やっぱり。これだよね、おかしい現象って。またこっち行けばいいのかな。あ、しまった。開いてる。うわ、なんか来そう。みんな、注意。電話だった。あ、血が。血がついてる。じゃ、電話取りに行きましょう。これは無理。無理だね。さっきのカウントダウン何だったんだろうね。テレビが消えるまでのカウントダウンなのかな。待ち損じゃん。しもしも、タチヒロシ？タチヒロシがティラミス食べたいって。ほら、また開こうとした。ここ開いてたっけ。あ、そういうことか。はい、あ、また手紙が。日記か。はい、さて、お次は何も見ていない。徐々に開いてくのか。じゃあ次は2階かな。もう一回行きましょう。開いたかな。あ、違う。どっか閉まる音したよね。また倒れてる。なるほど、これ立てないといけないのかな。また開くような音したよね、今。上が開いたかな。あ、やっぱりそうだ。写真を立ててか、立てていかないといけないんだね。え？何もいないよ。大丈夫か？うわ！待って、今回の舞台この家なのかな？どうなんでしょう？鳥肌総立ち。ここまで溜めていきなりドンはやべえわ。びっくりした。なんかいたわ。なんだよこれ。うわ、またこれ。これまずいですよ。あ、助けて。ダメだ。これ、入れってこと？いや、嫌なんだけど。じゃ、
血液フォンデュタイムですね。うわ、フォンデュされた。さあ次のステージか。これはどこ行くんだ。ん、始まった。うわ、また違うステージだ。ジェーンを探さないといけない。幻だって。お前一光さんに何回も幻って言われてろ。こっち進むのかな。すっげえ怖いんだけど、この廊下。こっち行けない。うわ、これ苦手だわ、ほんと。ホームスイートホームと、なんかいなかった今。え、気のせい？なんか通った気したんだけど。いけないよね。後ろがいたの？どっちがいたの？あ、ここだ。お邪魔します。あ、日記かな？どこまで日記置くんだ、あいつは。この下のよく見たら、その二人が可愛いねの次、テケってなってる。ハム太郎か、お前は。テケじゃなくてヘケか。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。なんかガチャって言ったよね。ここ怖え。なんか、切り替わったぞ、映像が。一瞬。フラグが立ったか？何？なんかいたかな？こっちは？何もないね。さあ行きましょう。うわ。嫌な予感しかしねえ。これ隠れるってことだよね。マジか。どっち行くんだ？こっちか。なんか、あ、特になんもないね。さあ行きましょう。こ、ああ！何？何？あれ？暗くなっちゃった。ワープした、ワープ。ジェーン、ジェーン、いい加減にしてくれないから。ジェーン、待って、こっち来て。ジェーン、言葉が全然通じない、あの子。ファック、本当だ、そうなっちゃうよね。チキショーだよね。マジか。鍵かかってますよね。降りんのかな。いけないね。上がるんだったね。では行きましょう。さて、さっきさ、完全にカッターナイフ少女だったよね。あいつが来んのかな。そろそろゲームやめたいな。この辺で終了していい？今回めっちゃカチャカチャ聞こえる。ほんと苦手なんだよね、あいつ。カチャカチャ聞こえんだけど、どこにいんの？なにこれ、なんで開かねえんだよ。これなんだっけ、薬品のさ、なんか見たことあるよ、今の英文字。科学の記号系とかで見たことある系だった気がする系。え、こっち系？こっち系行けばいいのこれ。どこ系？なんかいる、なんかいる、なんかいる。影が映ってる。あ？カッターナイフの少女。なんかいる。ちょ。あった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 。これ見られちゃう。え、ちょ。え、しゃがめなかった今、 C ボタン押しても。コントロールも押してもしゃがめなかった。え、ちょっと待って、ごめん。操作法多分前に書いてあったよね。あ、また切れ端。すいません、
申し訳ないです。パニックでした。さあ、こっち開けて、そこに何かいるんで気をつけよう。これ気をつけられんのか。ほら、何あいつ。いや、ちょっと、なんだよ、めっちゃ壁と話してんじゃん。これで、あ、そういうことか。右クリック、右長押しで、こう、スッスッってやんのね。マウスで下にスッスッってやったら、しゃがめました。そんな新しい要素、めっちゃパニックになっちゃうじゃん。さっき、思いっきりやつと目見つめ合っちゃったよね。目と目が合うでしたね。さあ、あ、これって、さっき書いてあったよね。鍵閉まってたからでもダメだったけど、はい、何これ、ん、あ、鍵ある。え、動けなくなった。水を注ぐ、ん、どういうこと。要素を注ぐ、あー、はい、塩化水素酸を注ぐ、クエン酸を注ぐ、よくわかんねえな。ちょっと待って、来てる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 、大丈夫かこれ。こっちまで来るか。この音怖えんだよ。はい、あ、待って、ラスト、サビ、サビとさっきの棚にあったやつ、え、どういうこと。右下にも何か書いてあるの。ウォーター、あ、水あったよね。ちょっと待って、とりあえずこれ取るか。はあ、そういうことか、わかった。はい、水を注ぐ。これで、あれじゃない、さっきの棚開けに行くんじゃない。ちょ、ライトつけるか。大丈夫大丈夫、もういるの。あ、さっきのやつはもういない。どこにいる、え、どこにいるんだあいつ。怖い怖い怖い、見えねえ見えねえ。そっち行けばいいのかな。ショートカットなのかなこれが。え、でもこっから聞こえるよね、カチャカチャ。大丈夫、行って、あ、大丈夫そう。ちょっと待って、一回ここ入るか、怖え。ふぅ、これでやつの顔面照らして、あ、眩しいってやろうか。開ける、大丈夫大丈夫、聞こえる聞こえる、こっちだったよね。ちょっとここ入りたい、ここ入りたい、入る入る、怖えよ。でも来てない、あ、ちょうどよかった、タイミングがバッチリ。はい、シュウさんって言うんだ、なるほどね。これ大丈夫、言って、怖いんだけど、やついる、こっち側から。大丈夫、怖いよこれ。もう肩の力が、俺多分めっちゃ肩凝ってると思う今。どっから始まんのこれ。また鍵回収して、さっきのなんだっけ、なんとかさんを取るところから。本当に心臓に悪い。俺の絶叫がみんなにとって一番心臓に悪いと思うけど。はあ、ロード長っ。
今回ロード長こっからかい最初からかい。ああ、ああびっくりした、もういけんのかと思った。もう、はい、そうやってサビ落とすのね。じゃもう一回やりましょう。申し訳ないです、二度も奴に殺されちゃいました。気をつけろよ、さっさと行こう。一回バレちゃった方がいいのかな、あいつに。どうなんでしょう。はい、で、あれを取りに行きましょう。あ、いなくなってる。あっ、そんなパターン初。あー近い。あーめっちゃ見てる。大丈夫大丈夫大丈夫、危ない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 。ちょ、初なパターンやめろってマジで。言ったかな。なんでなんでなんで、あいつのパーソナルスペース何メートルぐらいあんの。こう回ってくるから、俺もやつを追う形で行った方がいいね。はい、なんでやねんあいつ。ゴー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 、オッケー、はい、大丈夫大丈夫。大回りしてこう。どこにいるんだろう。わ、いるっぽいな、そこに。すげえドキドキする。大丈夫そうだね。はい、じゃあここで、ラストと、ラスト、サビを溶かすために、水とさっきの薬品を混ぜよう。あ、これか。シュウ酸入れて、あと水。うん。これで、できんじゃない？お。来たか？え、これサビ取れてなくね？もうめちゃくちゃサビまだついてんだけど。はい、これは死ねない戦いですね。あいつ視力よくね？今回視力めっちゃいいぞ。じゃあしばらく待機して落ち着いたら戻りましょう。行ったね。こっち行ったんで、多分向こうから出てくるだろう。ん？見えない。暗くて見えない。あ、そこか。この棚にうまく隠れて。よしよしよし。明かりでバレない？一応消すか。その棚の中入ろっか。ふぅ。お、出るか？あ、出ない。あいつ出ないぞ。え、気づいてる？これ。あ、よかったよかった。ちょっと待ってよ。じゃあ、そういうことね。あのホワイトボードとかに隠れながら向こう側行くと。大丈夫か、もう出た。向こう行きたい、ワープしたい。止まんないお前。今だ、いけるいけるいける。怖い。ちょっと、はい、ちょっと安心しました。ここまで来て、オッケー、これでいけるようになるのかな。はあ、怖かった。何
何ここ。そい。全を探さないといけない。まだ探すんですか、これ。開いてない。どこ行けばいいんだよ。怖えな、ほんと。これ何なんだろうね、学校なのか？タイの学校ってこと？待って、いるな。扉の向こうに誰かいるな、ジェーンか、あれ。ジェーン？ジェーンだ。ジェーンだったわ。こっちはいけない。うわー、怖い。なんかピッて聞こえたね、今。なにこれ。エレベーター？あ、止まってる。うわー、なにこれ。あ、そういうこと？カードキーを見つけるみたいな。はーい、わかりました。やっぱカードを手に入れないとダメなんだね。カードどこ向こうか。めっちゃ怖い。これもう血の跡がある。血の跡があるってことは、カッターナイフを持ったあの少女もいるってことだよね。今すごい、動揺しております。何か書いてもあるか。ここもね、隠れるポイントが何個かあるから、絶対来るんだよ。はい、黒板が赤いね。あ、黒板じゃねえか、これ。掲示板か。さあ、最後の扉、ここか。なるほど。何も開いてもない。あー、これで、ちょっと待って、いる？いる？いる？もういるの？あ、いるね、いるね！ほら。あ、こっち来てる？あ、向こう行ってるね。ライト大丈夫か？あ、止まった？止まった？大丈夫？止まってる、止まってる。ここにいるか。あ、動いた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 。怖えな、あいつ、ほんと。あれ？あ、向こう入った。よし。ここは？あ、ここなんもないとここだ。こう行ったね。これで、こっちも何もなかったよね。さあ、あ。いける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 。あ、そういうことか。エレベーターが明るくなってる。ん？戻ってくんの、お前。この柱をうまく使って。やばい。相変わらずパーセルタングを唱えている。ハリーにしかわかんねえ、その言葉。ハリーかボルデモートぐらいしかわかんないから。止まんないで、止まんないで、そういうとこで。たちゃたたちゃた。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫そうだね。いけるか、これ。いけた、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 エレベーター。あ、怖い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 。あ、ちょっと。一番上に逃げちゃった。人間って、こう逃げるとき無意識に上に行っちゃうらしいですね。うわ、ここにある。もう来てんのか、あいつ。いけない。ここはいけない。カードキーどこ？あ、いる！ちら今いける、今いける。あれ、なんかいるわ、なんかいるわ、あそこに。ちら、浮いてるじゃん。やっぱあいつ赤い糸で縛られてる。そっち寄りの人？向こう向いた瞬間そっち行けばいいのかな？行くぞ。でもダメじゃん。はい。冷静に行きましょう。ちょい。さあ。すごい見られておりますが、最後はやられましょうか。怖いね。こんな間近で見ることなかったもんね、今まで。はい。結構エロい服装。カチャ。はい、やっていきましょう。ここの中に確か魔物がいたんですよ。
そっからのスタートですね。こんにちは。超見てんじゃん、こっち。ねえ。あいつが向こう向いたらそこの棚のとこ行けばいいのかな？もう向いてるね。向いてるね。あいつと目が合うと、カッターナイフ女が来てしまうんで、バレないように行かないとね。これバレてんだろ、絶対。前回もこうやって見たけど、バレてんだろ、今の。今か、今か。あ、ちょっと待って。ちょっと遅かったな。次のタイミングで行きます。結構長いこと向こう向いてんだね。チラッ。目と目が合うじゃん、これ。絶対目合ってんだろ。あ、ねねね。ふがふが言ってる、ふがふが言ってる。ちょっとだけ俺の存在に気づいたか？まだまだ。あ、危ない危ない。大丈夫だよね、これ。いや、スホスホ言うな、お前。超スホスホ言うじゃん。ちょっと待って、慎重に言ってこれはない。こっちか。あ、開かない！どっから来んの？あぁ！離せよ！それこれ一回、駆られると、もう走れなくなるんで。閉めて。もうエレベーターでこれ向かっちゃうか。あれ？なんで開いてない？あ、呼んでるの？俺以外に誰か使用してんのか、これ。あ、聞いた、聞いた、聞いた。でも俺も走れる。よし、OK！ チャンス！よし。ちょっと、これで、これで。もう何回でもいいから。危ない！はい、3階に来れました。今4階にいたのかな？ 2 階にいたのかな？どっちだろう？よくわかんないよ。とりあえず3階を回ってみましょうか。あ、そう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 。これカードキーを調べるのか。はい、再び4階来ました。多分、目と目があって、カッターナイフ女を召喚する魔物のこの部屋の向こう側に多分あると思うんだよね。絶対そうでしょ。じゃないと、あいつをここに配置しない。俺はそう見ている。行きますよ。一生こっち見ないで。よし、OK。で、気づくな、お前。不合じゃねえ。これライト消すか、一応。いいよいいよいいよ。いいですよ。これ今。今。オッケー。でもさっきここ鍵かかってたよね。待って。あ、こっちか。大丈夫大丈夫。大丈夫そうだね。大丈夫大丈夫。大丈夫これ。あらららら。よし。これでいいのかな？あ、こっちにもいるの？めっちゃいいんじゃん。こうやって。ん？あ、ここにもいる！こちら？なるほど。ってことは、最初こっち側行って、そこか。消すか。あー、消した方が明かりはわかりやすいね。いつ行くんだ？あー、照らしてんね。ただタイミングよく今だ今だ。これでいいんじゃない？うまい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 。ああ、これ大丈夫？こいつどっか向くの？あ、向こう向いてる。え？こっち行くのか？こう行くのか？なるほど。ちょっと待って。もう一回向こう向いたときに。近づいちゃうと多分バレると思うんで、こうだろ。こういうこと？あー、てら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 。よし、いいぞ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 。でもね、暗くてマジで見えねえ。あいつが向こう向いた瞬間行きましょう。待て待て、こっち向いて。できるかこれ。ここまで来てか。最後の最後で。もうこれ本当に怖い。もう一回寄せて。本
当に怖い。これさ、これマジで心臓に悪いと思うんです。はい。ごめんみんな、もう一回集中して今のとこ行くわ。こっからかい。これさ、最初にこの扉行くんじゃなくて、こっちから行けばいいんじゃない？ダメ？あ、開いてないんだ。で、ここ行き止まりなのね。なるほど。じゃあ、あいつらと戦わないとダメなんだね。頑張るわ。ちょっと待って。ふざけんな、お前。慎重に来てたのに、お前から来るんかい。後ろからスタスタ来てんじゃねえよ、お前。マジで。ここ扉閉めて、こっちか。あ、いたいたいた。これで、あ、ここ隠れよ。よし、オッケー。間抜けてよかった。いた。皆の者よ。ちょっとさ、今回スネークになりきれてない自分がいるんで、もう堂々と、さっきやられたロッカーまで歩いてってやろうかなと思います。はい。もうムスカのように、ムスカ大佐のように堂々と突っ走っていこうかな。行きましょう。あ、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 どこへ行こうというのかね。逃げろ。待って、うまくでもかわせたね。やばい。これで、あいつそんなすぐ走ってこないんで、閉めて、ここ開けて、ここ閉める、そしてここに入る。これでいいんじゃない？いいじゃん。結構豪快だけど、これが一番早く逃げれるね。怖いなあ。あいつが追いかけてくる音とかすごい怖くない？慣れないんだよね。今目の前にいるかな。大丈夫これ。どこにいんの？もう行った？大丈夫かな？大丈夫だ。OK。あ、なんかある。あ、これや！カードキーってこれや！来たー！わーい。なんかここくぐったらいける。ああ、これをどかして、なんか巨人と戦った時もこういう仕掛けあったな。いや、またいるの？ああ、なるほど、ここに繋がってんのね。戻るのか。いや、またやつ来るから。ああ、見てる。こっちにもいる。あ、いなくなってる。なんか明かり見えねえなと思ったら。ちょっと待って、慎重に。あ、こういけねえか。あ、こっち来てんだ。ふがふが言ってる。ふがふが言ってる時は気をつけないとね。カッターナイフ女もいるから、そこも気をつけながら行かないとダメだね。大丈夫、大丈夫。あら。ふがタイムだ、あいつ。ちょっとキョロってしてるから、もうワンクッション置いてから行こうと思います。今だ。バレるなよ、バレるなよ。危ない。ふがふが、ふがふがタイム。ただ、ただ、めっちゃ近い。買った女の足音。よし。これ大丈夫？こっちいない？あ？あ、いる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 。ちょっと待てよ。どこ行くんだ、あいつ。オッケー。止まんな。やばい、こっち来やがった。止まって、左行け。こっち来るでないぞ。やばい！願ったり叶ったり！よしよしよし、行き止まりかい。あ、これまずない？やばす、やばす。
やばっす。こんにちは。今日はいい天気ですね。うわ、止まんな、止まんの、ま。このロッカーの。こっち行きましょう。大丈夫かこれ。よしよしよし。すっげそわ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 リヌス。あ、こっち来ちゃったまた。この机の裏とかには来ないと思うから。え、どこにいんの？音がよくわかんないんだよね。あ、そっち行った。多分こっちは回ってこないんで。そこで止まって U ターンしてくるんだよ。うわ、暗くて見えない。多分これで大丈夫じゃないか。いけるか。危ない危ない危ない。あいつのパーソナルスペースすっごい広いから気をつけて。いけるかな。来た。よっしゃ。 See you。オッケー。よしよし。この音で来たりしない？はい、オッケー。よし。3階だったよね、確か。いやー、怖えなー、このホラーゲーム。さて、カードキーはもう手に入れてるんで。手に入れてるよね。うん、手に入れてるね。はい、じゃあこっち行きましょう。レッツゴー。だぜ。暗。めっちゃ暗いんですけど、ここ。これを開けて。ここは何？何かあるかな？なんもないね。いけない。糸がある。全を探さないといけない。また赤い光があるな。あ、両方開く。はいはい。ん？なにこれ。うわ、ロッカーもあるね。はい。これにじゃあ線香を刺せばいいのかな。なるほど。俺は今そっち行きたいけど、あいつが邪魔で行けないと。だけどここに線香があると。いいじゃないですか。めっちゃ面白くなってきた。燃えてきたぜ。ではこれから線香を燃やしましょう。はい、これでいいのかな。来るかな。ちょっと待って。早く来る。ちょっと見てようぜ。お、光が。あー、今隙間に見えたね。あ、多分来たね。これでいいのか。あ、すごい。これでいいんだ。怖いな、あいつ。めっちゃ顔入れてんじゃん。あの窓に顔ぶち込んで覗き込んでる。すごい執念。うわ、また新たな場所来たよ。いるしね、あそこに。チラッて向くぞ、こいつ。で、カッターナイフの女ももう近くにいいんだよな。音が近いっす。グッ。え、これバレない？この机で。大丈夫？え、これ大丈夫なのか？怖いんだけど。あ、大丈夫、大丈夫。こっちで合ってんのか。あ、あ、線香ね。え、線香どこにあるんだ？あ、こっち行けと。わかった。カッターナイフ女がいる！はまよってやがる。今だ今だ。オッケー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 。で、なんもない。なんもねえじゃん。向こう側ですか。で、ちょっと慎重にね。あ、カッターナイフ女もいるんで。今だ今だ。よしよし。
ここ？あ、鍵かかってそう。あ、でも。うーわ、いる。多分すぐ戻るから。往復してるよね、あいつ。行ったり来たりしてる。よし、オッケー。ここだろ。こん中にあるだろ。きった。うわ、バイバイバイし。他になんかあるかな。あ、ここ行ったらバレるんで。ちょっと待てよ。近いな、近いな。こっち近づいてきてないよね。止まった。よし。え、入ってきてる？入ってきてるね。線香取っただけであいつの動きが変わった。見てる。ちょっと待って、カッターナイフ女が来る。早くあっち向いて。頼む。今がチャンス。オッケー。よし。そい。ああ。ああ。大丈夫なのこれで。これでいいのかな。すごい嗅いでる。匂いフェチ。まさかの。え、ちょっと待って。待って、これ向こう側行くパターンだったこれ。大丈夫かな。すごい嗅いでるけど、これバレない？あ、大丈夫なんだ。へえ、こんな顔してるんだね。よかったよかった。よし、じゃあ行こう。おお、お尻。あいつのお尻なんか見たくない。美女のお尻が見たい。よし、あっち行った。バレないかな。こっちで合ってる？大丈夫ですか？ちょっと待って、そういう物音立てんのやめろ。声から。うわ、広いな。どうせカッターナイフ女も来るでしょ、こっち。あ、こっちじゃなさそう。待て待て待てよ。開かないっすね。よし、行くぞ。これ大丈夫か。大丈夫そうだね。とりあえずまっすぐ行けってことなのかな。お、さっき南京錠かかってたところの鍵を探しに行くんだと思うんだよね。あるかな。こっちは。ん、いけるいけるいける。何ここ。ん、電気消えた。なになになに。お、やばい。ロッカーから血が流れ始めてる。うわ、怖っ。何これ、とうとうロッカーまで血液フォンデュされちゃった。超つけられちゃってんじゃん。これでまた出んのかな。うわー、最初のステージじゃん。うそー、またここ。すげえ怖えんだよな、ここ。うわ、もう聞こえる。どっから？あ、来た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 。止まって、戻って。なるほど。なんで？よいしょ。あー、隠れられねえ。あー、びっくりした。びっくりさせないでくれ。頼むから。はい、ガチャッと一応ね、閉めてガチャッと。はい、見失ってくれ、頼む。よし、 OK。
ここしゃがんで、もう大丈夫だろう、やつ来れないでしょ。お、なんかある。皆さん、俺さ、扉二重で閉めたじゃん、さっき逃げるとき。多分カッターナイフの少女、あそこの部屋の中に閉じ込められましたね。やったー、こんなことあるんだ。あ、でももう解除されちゃったな。で、ここ何？あ、あーなるほど、今一つ消したら紙が一個消えたんで、あと二個あるってことかな。え、ずっと閉じ込められてるこれ。てか、バール手に入れたんで、さっきのところに行って使ってみよっか。ね。こっちだよね。はい。ってことだよね。だよね。OK！ いいっすね。あった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 。はい、二つ目。消えたのかな、これで。やつ解放されたか？いや、やつやっぱ閉じ込まったまんまだ。ラッキー！めっちゃ嬉しくない？これ。まあまあ走んないどこ。やつの封印を解いてしまうかもしんないから。とうとうやつを閉じ込められる日が来たか。やばー、俺の挽回劇。あ、これがさっき手に入れた102号室の鍵だっけ。うーん、よしよし、来た。これで多分戻ればさっきの扉が開くようになるのかな、向こう側。え、めっちゃ嬉しい。やばくない、カッター少女閉じ込められるっていう。ウキウキだぜ。そこ、この中にいるんですよ。なんかもう怖いから開けたくねえんだけど。うん、ずーっと入ってますね、あそこに。ラッキー。じゃあ行っちゃいますね。よし、運が良かったぜ。何ここ。うわー、また新たなとこ来てる。何これ、めっちゃジェーンがいるって毎回言ってるんだけどさ、全然会えてないからね、主人公。超ポジティブだからこの主人公ね。はい、怖っ。出てくるかな、カッター少女。いつ出てきますか。びっくりした、やめてくれそういうの。急に閉めんの、お前。え、何ここ。お初にお目にかかる場所なんだけど。はい、うん、なんかあったね、これ。え、怖っ、釘だらけの人形、めっちゃ怖いじゃん。はい、日本でいうわら人形的な。戻ってみますか。じゃあいける。うわ、結構行ける場所あるね。あー、なるほど。あー、やめてくれそういう閉じろうと。こうやって塞がってたからこう大回りしてきたのか。こっちはいけない、ここはいけない。はいはい、ギター終わる。うん、これ何、美術学校的な。え、なんか足音聞こえなかった、自分のかな。うわ、え、何ここ、なんかあるぜ。急にドーンとかやめろよ、頼むから。何これ。あ、これさ、パート1で見たよね、この人形。うん、何これ、髪を変える、なんか持ってくるのか。さて、こっちはいけんのか。いきますね、繋がったのね。はい、あー、なるほど、暗号か。あ、わ、びっくりしたね、これ。うん、他にもなんかアイテムがあんのかな。お、こっちもいけるね。てか、カッターナイフの、ダブ！
カッターナイフの女まだ出てこないけど、いつ出てくるんだ。あ、J の日記。ちょっと本当にドキドキするこのゲーム。 J の日記だけしかなかったね。おすげえ、仏の顔。お、ダマジン、なんかいたな。あ、これさっきの髪に似てない？さっき赤だったよね。ここなんか通ったでしょう。やばいよ、ほんと。このゲームやると毎回母国語が出るからね。ここがやっぱ怪しいよな。あ、さっきの紙置いたね。W と S で紙を変える。あ、回転もできる。これさ、数字になりそうじゃない？さっきの、あの、南京錠のパスワードがここに出てくるのかなと思ったけど。他にもあんのかな？ちょっと、もう少し探してみるか。あ、あった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 。あ、それっぽくなってきてない？お、964が逆。964。え、でもなんか96とかあってそうじゃない？ん？来た！ 482 だ。482。これは来とるで。482。ちょっと待ってね。482。来たんちゃうですか？来た！やったぜ。嘘。嘘でしょ？しつこいよ。あいつ本格的にしつこくない？このホワイトボードでぶっ倒そうぜ。男ならこれ突進すればいけるっしょ。危ない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 。バレる。バレるで。あいつが来た方角になんかありそうだね。うわ、これまたさっきのとこじゃん。これこっち繋がってますよね。嘘。ん？ここもどかせんだ。はい。うわ、ここか。ねえねえ、曲やめて、曲。ん？あ、来ちゃってるね、あいつ。ちょっと何するんだ、これ。目標は？全員を探さないといけない。そればっかじゃん。わかってるよ、そんなの。再びここかよ。これまたエレベーターの方まで行くのかな？ん？どこ行った？あ、いた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 。今行くとまずいね。あ、チャンスチャンス。スーパーチャンスタイム。OK？ 止まってるで。あ、戻ってきた。よしよしよし。いいよいいよ。あ、そっち？止まった、また。大丈夫そうだね。行っちゃいましょう。はい、これで開けて OK。 スラッと来れたね、今回は。やっぱ目光ってるやつ、赤いやつに会っちゃうとすごい厳しいけど、カッターナイフ女だけだとどうにかなりそうだね。早く来て、頼むから。さあ、次はどこ行くんだ。てか2回行ってなくね？ 1 回も行ってないし。あ、1回行けねえんだ。じゃあ2回行くか。4回3回はね、結構行ってるんで。さてと、お次は何ですか？ジェイン？あ、お前いい加減俺と話しろよ。ジェイン、Why do you keep running away from me? なんでやねん。なんですぐどっか行っちゃうの。呪いかけられちゃったし。はい。あ、そう。ホームスイートホームで、さっきのガキと、買った女と、光る男。あいつらしか出てきないよね。あと、時々、
なんか黒い、なんていうの、ドビーみたいなやつが出てくるよね。そいつらが主なのかな、このゲームの。他には出てこないのかね。てかライト暗い気がするんだけど。うわ、もう絶対いるじゃん。カッターナイフの女絶対いるわ。なんで開いたの？血がまたあるなと思ったらなんで開いたの？お邪魔しますね。どうぞ。はい、あ、なんかある。秘密のメモ。はい。じゃあ読まない方がいいですね、秘密なんで。皆さん読まないでください。僕今読み上げますが、皆さん耳塞いでぜひ、待っててください。ワンチャイ教師へ。この大学生自殺事件には、あまり誰にも知られないようにご協力をお願いします。この前に一人の大学生が亡くなって大ニュースになりましたので、今回は同じことにならないように、また我々の大学をもっと悪いイメージがつけないように、校長からそうしてほしいです。ありがとうございます。隠蔽か？よし。はい。で、あ、こっちにもいっぱいあるね。聖水。聖水は一般の人々が知る神聖なものである。聖水は悪いことを取り除く力がある。はいはい。OK。聖水は理解。ん？これ持ってかないの？うん。鍵。11201。はい。なに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 ？ねねねこれ、どうした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 、いきなりどうした、そんな急に祭り状態になるのやめてくんね。ね、頼むからさ、これ持ってかないの、毎回置くね。ああ、なになになに、あ、え、すげえ、こんなパターンあるの、これ聖水だったってこと、やったー、ぶちのめしたぜ。今回あいつを閉じ込めたし、ぶちのめすことができた。超嬉しい。さあ、この血の方向に行けばいいのかな。このゲーム、血の方向行くと、なんか正しいルートな気がするんだけど、ここだよね。11201。はい、OK。あ、俺が開けんのか。すごいね。めんどくさがっちゃった。自動ドアかと思ったから。はい、何これ、これはどうすんの、え、何、そっと恋人かのように包まれた。誰だみたいな、やだわ、ゾンビの誰だ、恐怖だわ、やばいとこにまた来たな。よし、この鍵はまたどこかで使うんだろうな。すげえな、何これ、封印されてる部屋なのかな。もう早速カチカチ聞こえるからね、気をつけないと。どうだよ、あれ、あ、そうだ、じゃあ操作忘れちゃいましたね、久々にやるんで。はい、もういるのかな、こっちは大丈夫、あ、なんか糸あるよ、糸がこっちに続いてる。だいたいね、このゲームは血の跡をたどるか糸をたどるかで次に進めるからね。はい、これ前読んだよね、召喚させた気がするんだけど、あのふがふがいうやつ、いる、目の前におった、ほら久々だけど元気そう。あいつもいるじゃん、いきなりタイプでござる。こっちだろう、どうせこっちなんだろ、うわ、向こう側にもいんじゃん、何なのあいつ、額から明かり放ちやがって、こん中いるでしょ絶対、あ、ほらいるね、でも多分ここに出てこない気がする、私の予想どうでしょうか、私の予想は当たりますでしょうか。こうやってひょっこりはんで見てましょう、皆さん、ほら出たね。で、いっちゃいましょう。あ、待てよ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 。まずいんじゃない？プシャパスプス、あ、プシピパス。ちょっと待って。母国語が出ましたが。あ、戻ってきた、戻ってきた。
大丈夫か大丈夫か、こバレてない、しゃがんでれば大丈夫っしょ。よし、オッケー。アイテムあるかな。これ立ったら完全にバレるよね。お線香、ここにまたやるのね。でもこっちにいたよね。あれ、あ、こっちだった。あ、ふが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 、そい、危ねえ。目の前がさ、穴開いてないから大丈夫だね。よかったよかった、相変わらずいいスタイルしてんな、あいつ。もうやつがこう来て向こう側行った時寝ましょうか。今出たら多分また戻ってきちゃうもんね、鉢合わせそうなんで。よし、これでここに線香を刺すんだと思うんだけど、あいつが向こう向いた瞬間、よし、呼ばれんのかい。何なのあいつ。カチャ、何かあるかな。え、ここにも刺すところが、うわ、明かりあるな。そうだね、こっちにもいたよね、そういえば。あ、それはひょっとして、ちょっと待って、そういうことか。よいしょ、ざけざけんな、ペス。あそこにいんのか、向こう側かと思った。はい、すごい、瞳孔開きすぎじゃない。めっちゃ開いてる。何見てんだろう。あそこにいるってことはあいつもおびき寄せんのかな。こっちは、はい、じゃあ閉めましょう。ここはトイレか。はんはんはん。でもなんかありそうじゃない、あるか。あった、これで、あの教室にあった、教室というか実験室みたいなところにあったところに刺すのか。 OK、 よし、ちょうど戻ったんで。こっちは、あ、これの鍵だったの？了解了解。え、でも、何これ？あ？え？釘をお腹の中に自分を吹き込む妖術。他人に妖術をしようとすると、必ず気をつけないといけない。もし相手はその妖術を取り消すことが間に合ったら、その妖術は使う人の方に逆転して身に入り込む。はい。何倍も相手より苦しんで死に向かう。とんだ情報だぜこれ。いらんわこの情報、知りたくもね。妖術の情報なんかいらないんですけど。はい、何これ、あ、なんか消えたね。これまたろうそくとか消していくのか。なるほど、これ今ろうそく消したからあいつの動きの幅が広がったとかない？大丈夫か。急に振り向いたりすることあるからね。大丈夫だった。ここに刺して、あ、でも刺したけど、ちょっと待てよ、一応入っとこう。危ねえ、危なかった。ここでバレてたら死んでたね。よし、ふがふがタイム入りました。さあ、こいつをどかしたってことは向こうに何かあるな。邪魔だよ、いけねえじゃん。こいつのなんかお尻でいけないんですけどね。じゃあこっち側から攻めます。うそー、こんにちはっす。よし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 、あー、こっち行けない、やめて。この部屋でもう隠れてもダメだから、ここ行っちゃいましょう。頑張って頑張って、主人公ファイティン、主人公ファイティン、頑張ってね。はい、あ、いける、オッケー。今回かなり見つかっちゃってるね。スネークスキルが身についてませんね。よし、これで、マジか、ここで見つかっちゃう、まずいぞ。大丈夫大丈夫大丈夫、危ねえ、これ死んだらまずいからね。え、来てる来てる、うわ怖、この窓、そう。向こう側から来たら目合うよねこれ。
大丈夫かな。よし、オッケー。いやー怖かったな。大丈夫？一応見て。これで一応任務完了したのかな。ん？そういえば前回これでワープしたんだよね。押せるの？あ、いける。ん？おう、ワープした。はい。誘拐お化け。何それ？怖っ。超迷惑なお化けじゃん。あ、また鍵ある。はい。こっち行けね。部屋の雰囲気だいぶ変わってるけどね。どうなんでしょう。これで合ってんのかな。ここは？あ、ここ成敗したところだよね。清水でここ行けない。そういえば前回こっち行ってねえな。鍵、さっきの番号って113なんちゃらだったよね。こっちは？さあ奥まで来ましたが、またあのトイレに座ってる化け物かと思った。今ゴミ袋だったわ。はい、こっちはいけない。あれ、こっちもいけない。ん？なんもねえじゃん、こっち側。お、ここか。なるほど。Attention. There are rumors spreading around the campus about a senior committing suicide in the engineering building. Please be aware that it was a hoax. Everyone, please remain calm and do not spread further rumors. Thank you for your cooperation. もみ消すつもりか？学校の闇を見た瞬間ですかね、これ。どうなんでしょう。はい。あ、ここにもあった。これ何？紐が消えたけど。あっ！あ、びっくりした。大丈夫か君。嘘。え、これどうすんだろう。ジェーンの日記。はい。何だったんだ今の。ろうそくの火消したからね。またさっきの骸骨のワープポイントまで行くのかな。お、また違うとこに来た。なるほどね、これ髪の色順で配置が変わってくるのか。今いるところがろうそく消えるってことだね。はいはい。またなんかあったね。うん。こっちは？怖っ。またここか。あれだよね、美術室のとこだよね。美術室というか、美術学校的なところ。さあ。どっかに何かヒントあるか。あ、謎の切れ写真。オッケー、回収しとこう。拾えるもんは拾って。こっち？あ、ここの鍵だったんだ。8118。はい、来たわ。どこどこどこにいる。あ、いた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 。え、怖っ。大丈夫かこれ。向こう行ったね。止まんなお前。なんでやねん。なんでバレたん今。パーソナルスペース半端ねえってあいつ。背後に目あんじゃねえかぐらいのパーソナルスペースしてるよねあいつ。何本当。ここもまた入り組んでおりますね。ほい。まだ行かない方がいいね。止まって。よし、今だ。
こっち側だろ。いよいよ次はどっち側に行くの。怖い絵ばっかあるな、ここ。なんかアイテムある？ないね。ここも隠れる場所があるのか。お、あ、まずい。あ、うわ、大丈夫か、これ間に合うか。間に合ったね。危ない。危ねえ。怖え。あいつ怖えわ、ほんと。向こうか行く。よし、チャンスだぞ、これ。多分あっちだろ、この血の方向だよね。なんでだよ、もう行っちゃおう。すげえバレた。あ、あったあったあった、これか。消したけど、消したけど、お、隠れられる。よし、 OK、 これでいいのかな。お、大丈夫だったね。さあ、これで戻ればいいのかな。うわー、見てるー、めっちゃ見とるで。はい、ようやく抜けられたね。さて、ろうそく消したけど、これでいいのやら悪いのやらどうなのやら、はい、ん？え、なんか変わった。エレベーターで今3回押したら、こんなとこ来たんだけど。何これ。あ、閉まっちゃった。え、てかめっちゃ暗い。編集で結構明るくなってると思うんですけど、皆さん実際の暗さこんな感じです。やばない？うわ、すげえ。何これ。屋上？部屋がある。時間が止まっている。え、何ここ、すごく不気味だね。はい、え、何もないの。なんかまたろうそくみたいなの消すんじゃないの。でもろうそく全部消したよね。戻るってことかな。走るか。暗すぎてよくわかんねえ。コナンの犯人みたいなの通ったけど、暗すぎてよくわかんねえ、あいつ。もうちょっと全身をピンクとかにした方が良かったんじゃない。はい、でちょっと戻ってみましょう。またさあ、先ほどねここ来た時、あ、消えてる。よっしゃー。え、これで入れるの。いきますよ。おお、何これ、すげえステージじゃん。うわぁ。とんでもない教室だな。ん？何すんの？え、なんか貼ってあんだけど。何これ？押せない。ダイナマイトみたいなの貼ってあったよ。絶対出てくるよね、これ。ロッカーもあるし、隠れろってことか？こっから？なるほど。これ頑張れば取れそうだけどね。知恵の輪みたいな感じで。何かアイテムあんのかな。あ、これかな。すげえとこにあんな。あ、うわ、鉄を切るノコギリ。なんか層とかで見たことあんな、こんなノコギリ。まあ層の場合は鉄を切ってなかったんですけどね。あ、聖なる水のボトル。やった、聖なる水のボトル手に入れたわ。聖水じゃん。これでどうすんの。聖水とノコギリを掛け合わせるみたいな。ん、絶対バレんだろ。なかなかの音立ててるよ、これ。あ、来た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 。どっから来るんだ。あ、なるほど、これバレたね、バレたね。何、どこにいるの。あ、いる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 。どうすんのこれ。やめて、やめてよ、ほんまに。逃げよう逃げよう逃げよう。あ、
なんかできるようになってる。ねえねえ、あ、そういうこと、この中に入れろってことか。ほら来い、 Come here。 なるほど、そういうことか。じゃあ早くしねえと。メーターはまだまだあるよ。やつ絶対すぐ復活するでしょ。頑張って頑張って、まだバレてないよ。バレないうちに一気に切り刻んじゃえ、この鉄を。ファイティン、よし、ちょっと待って、よし、オッケー、行くぞ、おら、ゴーゴー。何、なんか曲が壮大になったんだけど。あ、地面がすごいことになってる。やべ、バレた。これいける？よし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 、いけてるで。ゴーゴーゴー、もうすぐ復活してんじゃん、あいつ。いけるかな、これ。早く早く早く、めっちゃフルスピードで、お願いします。頑張って、やばい、おお、まずいぞ。あっ、まあまあまあ、みんもみん、これ目の前にある、これどこどこどこ、あっ、 やばい、後ろや、どこに繋がってんのかわかんねえな、これ。もうすぐやつよみがえるから、いけ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 、急げ急げ、二度目の本気を見せろ。おらおら、いけるいける、うわ、そわそわする、これ。あ、バレた。うわー、どうにしよう、これだ、入れ入れ、あっ、あっぶね、ほら召されろ、お前。あ、あれ、聖水は、先生出したよね、嘘、ガッ、よっしゃ、オッケー、大丈夫ですかね、いけ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 、いけるよ、あとちょっと、見つかる前に、オッケー、ん、ムービーだ、俺動かしません。おお、これでもかってぐらいフォンデュされてんじゃん。すげえ、あの血液のフォンデュ。あ、痛そう。あ、逃げ切れたんだ。あ、動かせますね。え、すげえ。あ、逃げろってことか。うわ、来た。何このラスボス感。早く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 、逃げ逃げよ、プロ魂を見せながら逃げよ。うわもう走れないからね、これ。すごいね。あ、もう近い。あ、ムービーだ。どうした？やつの大切な人だったんだな。早めにここから出よう。また襲ってきちゃうからね。どっちかな？こっちか。I have to find her. Where are you, Jane? あ、なんかある。なんかの写真。さあ、向こう側行って、そして何かあったね、また。あ、ジェーンの日記だ。はいよ。OK。行きましょう。え？電気消えた。何？後ろから急に来るとかやめろよ、マジで。
これひたすら進むの？しばらく前進んでんだけど全然到達しないね。何これ？合ってるのかこれで。だいぶしばらく進んでんだけど何も受けないから、これ戻れってことなのかな。ちょっと戻りますね。戻ったらすぐ出口が出るパターンみたいなありますよね。あ、来た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 。よし。さて、お次は何だい？もう買った女出てこないでしょ、さすがに。What the hell is happening? あ、自分家だ。Tim, it's me again. Since your wife's disappearance, you... You seem a bit strange. You don't act like yourself lately. We're friends, aren't we? If you need to talk to someone, I'm here, alright? 優しいやつだな。Please call me back. I'm worried. いい友達じゃないか。Tim, 何回聞くんだ俺。It's me again. もう一回聞けるかなと思ってパーってすぐ押したらさ、聞けたわ。はい。You seem a bit strange. この絵、何回も立てても倒れてたやつ。あ、ここだけ明るい。はい。あ、なんかある。ん？取れない。いや、ここ乗れよ。あ、やっぱそうだ。はい。青鬼とかでも高いところにあるやつは、こういう台で何か物を取るっていうね。仕組みだから。よし、これで。はい、これは何？ OK。 はい、 This is it. It'd come in handy. ん？何かの役に立つ。なんだろう。ん？始まった。ナイフ持ってるね。どういうこと？うわー、真っ暗。こっち進むのこれ。え、てか超暗いんだけど、このろうそくだけじゃ足りない。てかろうそくをさ直で持つって相当熱いだろ。ろうが垂れてきてパカパカすんじゃないよ。うわー、なかなかの闇具合ですね。何するんだ？てかこれジェーンかな。おかしいよね、あのタイミングでここ飛んでくるって。絶対ティムじゃないっしょ。なんだよ。あ、ラジオが流れた。お、なんだ、こっちで合ってんのか。まっすぐ進んでみましょう。雷の時何か映った？気のせいかな。何ね、やめろそういう音。お化け屋敷に入った感じになってるから今。お、ようやく行き止まり。行き止まりじゃない、あれ、これループしてない？こっちでいいのかな。なんかいるぜ。大丈夫か。これか。うわー、怖っ。なにこいつ、襲ってきそう。カッターナイフ女の次はあの銅像かな。お、いける。なんか鼻歌が聞こえるよ。なんだったの。あー、びっくりした。またか。え、待って、ついてきてるこいつ。いや、考えないようにしよう。笑ってんじゃねえよ。またこれまっすぐ行けばいいのかな。またガチャガチャなってる。お、新たなとこに来ました。何ここ。
これさっきの骸骨のやつに似てるね。何か他にすることはあるか。こっちか。こっちで合ってます？あ、いけた。はい。これまっすぐ行って。あれ？ここさっき通ったよね。はい？どっから聞こえるの？あ、やっぱループしてる。これ左行って。近いよ、近いよ。もうすぐそこにいる気がする。ここか？違うな。なんだよ。動いてやがるな、やっぱり。うわっ！今一瞬人になったよね、あいつ。人になってた方がいいんだけど。あの銅像の方が怖いよね。閉められる？これ。まだこっち行けばいいの？ん？ ねえ、急に走れるようになってる。あっ、扉が。あ、ムービーだ。動けなくなった。こう視界は動かせるんですけど、足がもう動かないですね。Leave me alone！ 俺に近づいたら怪我するぜ。さあ来いよ、ほら。このナイフをお前の顎あたりに刺してやる。ああ、いきなり首とはずるいぞ。引きずられちゃった。To be continued on episode 2。 え？終わり？これで。嘘。確かにこれエピソード2あるけど、もう発売されてますよね。続きはそちらみたいな。ジェーンどうなっちゃうんだ。ティムとジェーンは会えんのか。ホームスイートホーム最終回でした。バイバイ。